愛知県立半田東高等学校、北半島の政治、経済の中心である半田市北東部に開校した文部領土を掲げている。部活動では、県大会はもとより全国大会出場を果たす部も、ある。なお、半田東高校のある半田市、亀崎地区は、木村大橋を挟んで、高浜市と隣接するが、高浜市から藩田東高校へは、 学区外であり、調整区域でもないため、進学は認められていない。一心不乱、知、徳、体の統一ある、人間形成に努め、国家、社会、人類に寄与する、優れた人材を育成する。男子の冬服は、黒の爪り学生服で、目立たないが、センターベントが入っている。女子の冬服は、円白のネクタイに、紺のブレザー。 ベストの中間服がある。男子の夏服は白のカッターシャツ。女子の夏服は白のセーラー服。共に半袖、長袖が用意されている。未来へ向けて斬新、単純を胸とし、孔明のハンダーズマダカの4文字を組み合わせた象徴的表現である。中央の円とそれを貫く一直線は幸訓の一心不乱を表す。 かつては管理職の強い校風であったが、時代の変化とともに、校則も徐々に、緩やかなものとなっていった。2007年度からは靴、カバンの自由化、女子の陶器セーター着用、ソックスの一部自由化など、制服以外カビでなければ、ほとんどが自由となり、過去の管理教育の面影は残っていない。反面、進学指導に関しては保護者からも理解を得ている、ことから、 補修、宿題などが比較的多い学校として知られている。一年次より学習習熟度別クラス編成を行っている。入試後の春季休暇中に学力調査のため、オリエンテーションテストと呼ばれる筆記試験を行い、成績優秀な生徒を特別なクラスに振り分け他クラスより内容の濃い教育を受けさせている。 また、一年次からの朝補修、土曜学習会がある。二年次には、有志による、学習合宿があり、冬休みに、三浜少年自然の家で三泊四日で30時間以上、勉強をする。屋上には、大型反射望遠鏡を収めた天体ドームがある。自然科学部が、定期的に泊まりがけで、 流星観測などを行ったり文化発表会の日などに一般開放されたりしている。毎年教育コースの生徒をオーストラリア体験旅行に参加させている。教育コースに所属していない生徒は参加できない。地元のホストファミリーと過ごしたり、ホストスチューデントと一緒にハイスクールの授業を受けたりする。毎年行われる学園祭は航訓一心フランから。 一心祭と名付けられ文化発表会、体育大会とで構成されている。文化発表会のメインイベントの合唱コンクールは1日目に、予選、2日目に、上位クラスによる決勝が行われている。また、体育大会では1.2年生は扇を手に、大江戸吹雪を行っていた。この大江戸吹雪は現在は行われていない。一般開放はされておらず、卒業生。 または在校生の保護者しか入ることができない。夏季と冬季に行っている。三年生は夏季が最後の球技大会となっている。一年時は必ず部活動に所属しなければならない。過去に陸上部、柔道部、卓球部、バドミントン部、水泳部、囲碁、将棋部が全国大会出場を果たしている。野球部、サッカー部、陸上部、テニス部、 ソフトテニス部、柔道部、剣道部、バスケットボール部、バレーボール部、ハンドボール部、ル部卓球部、バドミントン部、水泳部、水奏学部、演劇部、自然科学部、坂道部、美術部、囲碁、将棋部、家庭科部、文芸同好会、過去に、アカペラ同好会が存在した。東高の敷地の南側には赤など、毎年数千羽の渡り鳥が越冬のため飛来する、上池び 元木池が隣接している。校歌の一部にもこの上池のことが歌われている。また、学校行事の中で優秀な成績を収めたクラスの、生徒にはこのカモにちなんだ、カモメダルが授与される。名鉄地帯半田駅、住吉町駅、半田口駅、坂部駅などからの自転車通学者も多い。また、地帯半田駅と、JR 半田駅、もしくは名鉄地帯武豊駅と、 JR 武豊駅を徒歩連絡し、武豊線に乗り換えて、亀崎駅を利用する通学者も見られる。ありがとうございます。